こんにちは、ライブマジック TV です。青山一丁前スタジオからお送りしています。このスタジオの所在地は、南青山一の一の一、つまり青山一丁目の駅の真上のビルの中にあるんですけど、そこから一丁前ということになっています。 アナログレコードの製造でおなじみの東洋火星が作ったスタジオなんですけどこの東洋火星の萩原社長はそういうちょっと面白い発想が次々と出てくる方です。さて、えー、今日紹介するのはデレブ・ディ・アンバサダーというグループです。 エチオピア生まれのデレブ・ダサレンというボーカリストがいるんですけど彼が何年前か定かではありませんけれどオーストラリアに移住しました。でオーストラリアに行ってから作ったグループがデレブ・ザ・アンバサダーでエチオピアのメンバーもいますしオーストラリア人のメンバーもいるんですけど、まあ、彼らが得意とする音楽はエチオ・ファンクとかエチオ・ソウルと呼んでいるものです。 エチオジャズはちょっと前から話題になっているんですけどそれともまたちょっと違ったものですけど、まあ、ジャズの要素も多少あり非常に面白いあの、まあ、ちょっと新しい出会いだと思いますぜひご覧にななってください日日曜日の出演となります。